どうも、マサダイです。今週新作のアベンジャーズが公開されるので、また自分が持っているマーベルシリーズの映画を見直します。この間テレビで放送されてたのがこのアベンジャーズなんですけど、皆さん見た方多いと思います。ただですね、このアベンジャーズ見て、新作のアベンジャーズ見るのもいいんですけど、実はですね、他の作品を見るとですね、時系列になっていて、より詳しい状態で新作のアベンジャーズを楽しむことができるんです。なので今回はですね、新作のアベンジャーズに向けてどういう順番で、映画を見たら、新作のアベンジャーズがより分かりやすくなるのかを、僕なりに紹介したいと思います。ただしですね、僕ハルクとマイティーソーの映画は持っていないので、そこら辺の時系列は分かりません。ご了承ください。一番最初に見る映画はですね、こちらです。キャプテンアメリカ・ザ・ファースト・アドベンジャーです。これキャプテンアメリカの最初の話なんですけど、まあ皆さん多分アベンジャーズ見たと思うんで、ネタをバラすとですね、キャプテンは氷漬けにされていたので昔の人間なんですね。なので昔の、キャプテンが生きていた時代のお話になっているんですけど、ここから、アベンジャーズシリーズのお話が始まってると思います。なので最初にこのキャプテンアメリカ・ザ・ファースト・アドベンチャーを見てください。次に見る映画はこちらです。アイアンマン。僕が思うに一番人気なのが多分アイアンマンだと思うので、もう皆さんこれ多分見たことあると思います。この作品が、次に見てほしい映画です。続いてアイアンマン2。まあこれもあんま説明はいらないと思うんですけど、ここからスカーレット・ヨハンソン、ブラックウィンドウが出てきますね。まあこの辺りからね、ちょっとアベンジャーズの匂いがしてきます。次が、はい、アベンジャーズです。この間テレビでやってたので、まあ説明する必要はないと思うんですけど、意外にね、あっという間にアベンジャーズ来ちゃうんですね。アベンジャーズの後の話がですね、こちらです。アイアンマン3。アイアンマン一番有名なのでもう皆さん見てると思います。これアベンジャーズの戦いの1年後という設定でやってるんですね。なのでアベンジャーズの戦いから1年ということで、この話が、アベンジャーズの後の話ということですね。まあ基本アイアンマンの話なので、多分皆さん分かってると思うんですけど、ちょこちょこアベンジャーズについての話も出てきてますよね。最後に見るのがこれです。キャプテンアメリカ・ウィンター・ソルジャーです。これキャプテンアメリカの2作目なんですけど、アベンジャーズの戦いから2年ということでですね、アイアンマン3の1年後の話です。基本キャプテンの話なんですけど、こちらもですね、意外にアベンジャーズの話関わってます。今紹介した通りの順にですね、映画を見ると、今週公開のアベンジャーズエイジオブウルトロンより楽しめるんじゃないでしょうか。アベンジャーズを見てから新作のアベンジャーズを見てもですね、まあ面白いとは思うんですけど、本当にね、他の作品見てると全部つながってるんですよね。そういうちょっとなんか細かい設定されているので、アベンジャーズだけとは限らず、他のマーベル作品も見るとよりですね、新作のアベンジャーズが楽しめるようになってるんじゃないかなと思います。まあ、本当だったらね、ハルクとマイティーソーを見るのもいいんですけど、まあ、僕はね、キャプテンとアイアンマンが好きなので、ごめんなさいねっていう気持ちです。皆さんもですね、ぜひこのマーベル作品を見直してから新作のアベンジャーズエイジオブウルトロン見てみてはどうでしょうか。それじゃあまた会いましょう。さよなら、さよなら、さよなら。